ていただきましてありがとうございます。今日は鶏肉と小芋を炊きたいと思います。鶏肉をさっと炒めます。小芋を入れます。さっと炒めます。あとはお砂糖とお醤油とみりんとお酒を入れます。調味料だけで炊きます。10分経ちました。もう少し煮詰めます。味を絡めて完成です。美味しそうにできました。ぜひ作ってくださいね。柔らかくてとても美味しいですよ。ぜひ作ってくださいね。